ナミさん、はい、質問です。はい、プロ野球選手って試合中にお腹が空いたらどうするんですか？あのね、だいたいベンチの裏に軽食が用意されてる、うん、そう、ファイターズやったらもうサロンの昼食とか、うん、試合前に取った食事 の、うん、そのケータリングサービスっていうのがずっと置いてある。うん、でスワローズとかやったらおにぎりが置いてある。軽食が常に用意されてる。じゃあいつでもサクッと食べれるようになってる。うん、そう、だから試合中ちょっと小腹すいたなっていう時は、うん、もうパパって食べれるようにずっと用意してくれてる。へえ、